明治時代において司法制度や警察機関の整備など日本の近代化に尽力した江藤新平、西郷隆盛や大久保利通らとともに維新十傑の一人、また鍋島直正や大隈重信らとともに佐賀の七賢人の一人に数えられます。日本の法律や新しい裁判の仕組みを構築し、類いまれなる才能を持ちながらも非業の最期を遂げた彼の40年の生涯を紹介していきます。新平は1834年肥前の国佐賀藩士の家に生まれます。江藤家は佐賀藩では手焼槍という足軽に近いかなり低い身分の下級武士でしたが、極貧の中で育った新平はとても上昇志向が強く勉強熱心でした。16歳で入学した藩校の講道館では成績が優秀でしたが、生活が苦しくなり講道館を去って19歳で枝吉信用の私塾に学びます。この枝吉が結成した義裁同盟で大隈重信や副島種臣、大木隆と志摩義武らと出会うことになります。21歳の時、新平は藩名で城下に新設された蘭学校で蘭学を学び、欧米の社会制度や技術水準の高さを知ります。そして23歳で渡海作という意見書を起草、開国して欧米諸国と貿易を盛んにして国を発展させることが重要だと説きます。幕末の尊王攘夷運動が高まり、29歳の新平も反乱を尊王討幕にするべく1862年脱藩して京都へ向かいます。そこで桂小五郎や伊藤博文と出会い、約3ヶ月の京の滞在で見聞きしたことを京都見聞として記録し、藩主の父鍋島直正に提出します。幕末の佐賀藩は鍋島直正の下で独裁政治が行われ、他藩との交流は禁止されていました。逆に新平の報告が貴重だったため、普通なら脱藩は死罪でしたが、京都見聞を読んだ鍋島直正直々に罪を英知一挙に軽減されました。1867年15代将軍徳川慶喜が大政奉還を行って幕府が消滅、新平は英知一挙を解除され復帰します。薩摩藩と長州藩は王政復古の大号令を行い、新政府が誕生。佐賀藩も直政の判断で新政府側に参加することになり、新平は副島種臣と共に京都へ派遣されます。新政府では新平の情報分析の鋭さ、知識の豊富さが評価され、統制大総督府軍官に任命されます。さらに岩倉具視に江戸を東京と改称すべきと権限、上野戦争では彰義隊を寛永寺周辺に追い詰め、佐賀藩将軍アームストロング砲を遠方射撃する戦術を駆使して勝利に貢献しました。戊辰戦争が終わってからは江戸鎮台で民政や会計、財政、都市問題を担当したり、国家機構の整備に従事します。1871年、岩倉具視を特命全権大使とする県欧米使節団がアメリカへ向けて出発します。副使として大久保利通、木戸孝允、伊藤博文など政府の主要メンバーが派遣され、新平は西郷隆盛、板垣退助、副島種臣らと共に留守政府を任されます。使節団が戻ってくるまでは大きな改革はしない。欧米へ出発する前に岩倉使節団と西郷隆盛が率いる留守政府との間でこんな約束が交わされました。しかしこの約束が果たされることはありませんでした。留守政府は地租改正、徴兵制、学制など様々な改革を推し進めていきます。そして新平も初代司法卿に就任、欧米に習った三権分立を目標に行政からは独立した司法制度を作ることを目指します。司法職務の制定、
裁判所、検察機関の創設、弁護士、交渉人の導入、そして民法の編纂に努めました。そして司法省の権限を拡大し、大蔵省の業務を司法省の管轄に移し、法制の刷新を図りますが、予算問題で大蔵省と衝突するようになります。さらに、当時の大蔵省のトップであった井上馨がスキャンダルを起こすと、新平は司法省の立場から井上を追及し、辞職に追い込みます。その頃、朝鮮を武力で開国させようとする政官論が巻き起こります。北方の強国ロシアは、国土の大部分が極寒の地で、凍らない港を求めての南下が、歴史的に重要な政策となっていました。日本、朝鮮は、ロシアの南下政策の脅威に常にさらされる状態だったのです。だからこそ、日本政府は、朝鮮に対して開国をして国力を上げるよう働きかけつつ、国防体制を整えることが急務でした。しかし、朝鮮は日本が欧米化を目指したことから、態度を硬化させ、国書の受け取りを拒否してきます。対日感情が悪化した朝鮮に対して、日本でも反発する声が出てきて、出兵する機運が高まってきました。留守政府のトップであった西郷隆盛をはじめ、新平、板垣退助、副島民臣などが賛成し、西郷の朝鮮派遣が決定します。さらに当時は、度重なる新政府の改革によって、士族の不満が高まっていました。西郷や新平は、そのような不平士族たちに活躍の場を与えるためにも、西郷の朝鮮派遣を熱望していました。そこに岩倉使節団が帰国します。海外を視察し、まずは国力をつけなければならないと痛感していた岩倉、大久保、木戸は猛反対し、使節団メンバーを含めた閣議が開かれます。西郷はもし自分の朝鮮派遣がなくなれば辞任すると宣言。会議は紛糾し、翌日に持ち越されることになります。次の日、西郷は欠席し、太政大臣の三条実美はとりあえず派遣の決定を先延ばしにするという方針を掲げます。そこへ新平は使節派遣の延期論に対して主張します。相手の暴挙を予想して戦争の準備をするために使節の派遣を延期するという理屈は成り立たない。そのような異常な事態ならば、そもそも使節派遣自体が無用である。よって延期もありえない。ここで西郷の願いを棄却したならば、国家にとっては最悪の事態になるかもしれない。西郷指揮のもと近衛兵が暴発する恐れがある。それほど西郷は必死である。平成不利になった使節団メンバーの大久保は反論しますが、場をコントロールした新平にはかないませんでした。そして西郷の派遣が決定されることとなりました。大久保は大きな改革は行わないという約束を反故にされた上に、自分の管轄である大蔵省の権限を縮小させた新平に激しい怒りを覚えます。閣議から2日後、大久保は三条邸を訪ねて辞表を提出。さらに岩倉、木戸も追随し辞表を提出します。三条は極度のプレッシャーから政務不能に陥ってしまいました。そこで三条の代わりに岩倉が太政大臣代理となり、使節派遣の閣議決定の内容を明治天皇に奏上する際、自分が書いた意見書も提出します。そこには次のように書かれていました。今は国家の不況に努める時期である。そのため朝鮮との開戦につながりかねない西郷の派遣には反対する。そしてそれを受けた明治天皇は派遣に反対し、閣議決定はひっくり返されることになりました。西郷は政府に辞表を提出し、故郷の鹿児島へ帰っていきました。翌日には新平も板垣、後藤、副島らと共に辞表を提出します。
これを明治6年の政変と言います。